3歳の時に町で、お祭りがあって、そこで歌を歌ったんですけども、その時にこう浴びたスポットライトとかで、歌手になりたいなと思って、それがきっかけで今も歌っております。いろんな、ね、バンドさんに今お世話になってるんですけども、最近はやはりベルサイユさん、あとシュガーさんとかですね。あと今年の夏からマテンロオペラさんとも一緒にツアーをやらせていただくので、頭ね、はい、苦労っていうほどではないんですけども、やはりバンドさんとは違って私一人ですので、楽屋がちょっと寂しいかなっていうお話するね相手がいなかったりするので、まあでもダンサーがいるときはダンサーと一緒におしゃべりできたりするんですけど、その方がね、楽屋が広く使えるんですけど、ちょっと寂しいかなっていう時もあります。好きなタイプ、ですね、やはり心が美しい方が好きです。なので見た目とかにはそんなにね、タイプはこだわりはないんですけど、やはり美しいものにこうを追求してる方が好きですね。MC はですね、実は結構ね、 MC は私よく喋るって言われてるんですけど、 MC は実は何も考えてなくて、もうそれまでこうパッとひらめいたことをそのまま出すような形にしておりますので、なので結構ね、ライブで何を言い出すかわからないというのも面白みの一つかなと思っております。私のライブなんですけど、まあ見方がねわからないという場合は、私皆様の声が大好物ですので、私の名前はぜひ大きな声で呼んでいただけるととても嬉しいです。今もね、日本でライブをする時なんかは声を頂戴と皆様にお願いしておりますので、そうしたらみんなこう名前を呼んでいただけると嬉しいです。Oh,
ー